扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。やってきましたよ。ここは、岐阜県の大垣市になるらしいですね、美濃柳駅。これはね相当難読だと思いますよ。このね青柳でもなく青柳でもなく、これでね柳と呼ぶらしいです。いや読めんでしょと思ったらね、ちなみに町名は大垣市青柳町らしいです。なんで駅名だけ柳なんでしょうね。まあ、何もね、そんな思い、こんなところ今ね、夜のね、9時20分もう、1時間近く経ちますからね、9時頃でございますよ。ね、こんな時間に来てどうするんやってね、降りる人がおったんでね、運転手さんもちょっとびっくりしてましたけどね。そう。そんな感じなんですけど、あれなんですね、道中でね写真も撮りましたけどね、 Y チャンネルってなんか養老鉄道さんも YouTube を始めたみたいですね。いやーびっくりですよね。ちなみにね登録者数が800人ぐらいなんで、もううちはとっくにね負けてます。まあそれはね鉄道会社さんの公式なんだからあれなんですけど、でもね再生数はまだね1万8000ぐらいだったんで、まだうちのねチャンネルの方がね総再生数はね多いぞということでね、よしよし、まだね、そこで先輩背中でできるのかなって。そんなこともあれですけどね。どうなんでしょうね。鉄道関係はね、の YouTube っていうと、まあね、やっぱし銚子電機さんは強いですよね。銚子電機鉄道さんはね、強いな、なんてとこですよ。で、ウェブネコカフェでしたとか、なんかいろいろやってるんですね。へぇ。いいですね。ぬこいいですよね。なんてことね。今ちょうどね、視聴チケット販売してて、配信なんかもやってるみたいですよ。へぇー。面白いですね。で、ね、さあ、ね、そこで問題でございますけど、おめぇ、こんな夜のね、遅い時間に、あ、こんな乗車表なんてあるんですね、柳駅は。で、待合室なんかもありますけどね、公共交通もいろいろね、やはり、大変ですよね。まあ、頑張ってますよ、ということでなんですけどね。まあ、とりあえずね、切符はね、ここに入れとけばいいみたい。お金はね、ここには入れないでくださいよってことなんで、まあ、切符700円分ね、ちゃんと入れましたよ。ね、いうことでね、入れて、こんな木製ベンチなんかもあるんですね。さあ、ね、ということでやってきましたよ。柳駅ですけど、ね、いよいよ、あんたこんなところで降りてどうすんのってね、感じがあるじゃないですか。実はね、ここからね、30分ぐらい歩いたところで、途中で言ってるかな、30分ぐらい歩いたところに、快活クラブがあるらしいんですよ。ほんまかいなと。ね、実は本当は大垣の駅前とかになんかないかなと思ったんですけど、まあ、ホテルはね、当然大垣の駅前はあるんですけど、意外とね、ネカフェとかはないみたいでね、公開型ですからね、大垣市というのも、車社会でございますから、まあ、四日市なんかもそうですけどね。ですのでね、意外と郊外でないとないということで、逆に、この青柳駅からちょっと行ったところにあるぞということなんで、早速ね、そっちの方にね、行ってみようと思います。まあ、青柳駅ってもなかなか来ることないですからね。まあ、夜はさすがに本当に何もないな、この駅前はね。ということでね、駅前散歩やってきますよということです。すごいでしょ。メイン企画は穂積駅に行こうっていうね企画なんですよね、穂積駅と、その又の一夜城を、ね、見ようっていうだけで、これ言うなら、ね、前哨戦ですから、プレリュードですから ね、そこでね3本ぐらいは取ろうっていう魂胆でございますからね。あ、なんて言ってた、もうすぐに折り返しの列車も来ましたね。これは
桑名行きですね、うん、これは旧近鉄車ですね、こんなラッピング車両を走ってるんですね今。ちなみにね、さすがにね、半袖だとちょっと寒いかなっていう感じがありますね。今日ね、南東の方に向かえばいいみたいなんで、ちょっと暗いけどな、ぼちぼちと歩いていこうと思います。いや、ほんとだいぶ暗いな。まあ夜なんで、もうとっとと歩いて。で、そう、寝カフェね、どうなんでしょうね。空きがあればいいんですけどね。まあ、あの、いわゆる、あの、繁華街の、ところじゃないんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。あれ？踏切ないのか？これ？こっちから行けるのか？道がよく分かってない。あ、こっちから行けるみたいですね。おお、横は学校か、これ。だいぶ暗いな。街灯があまりないですからね。あ、じゃない、あ、光製作所さん。え、こんなところにもあるんだ、光製作所さん。うん、そうそう、コベルトグループのね、ところですよね。こんな工場しかないようなところをね、どうするんやって感じに思えるかもしれませんけどね、これね、言うてちょっと歩くと、ですからその快活クラブとかがあるところっていうのが大総国道ですよね。大総国道の方にまあまあね、そんなに離れてないところらへんなんですよ。ですから多分道中も何かしらね、店はあるはずなんですけど、っていうかイオンがね、確かあるはずなんだけど、9時で閉まっちゃうから、もう閉まっちゃってんだよな、飲食店とかか。そう、ご飯食べてないですからね。そのあたりも何かしらちょっと道中で確保したいなというのがあるんですけどね。さあ、これでこの道を行ったら良さそうかな。前もでかい工場がね、あるんですね。これはなんて呼ぶの？美し公園でいいのかな？三重県的にはこれ、うまし、って呼びますかね。うまし国なんて言いますけど、別名防災公園。なかなかですね。なかなかなネーミングセンスだな。あ、でもちょっとここに来ると街灯があるんで明るいですね。多分画面上はだいぶ暗いけどね。うん。街灯というか、これ工場が設置してるのかな。一応、Google マップで調べたら、まあ30分あれば着きますよって感じだったんで、まあ私ちょっと歩くのが早い方なんで、もう少し早く着くんじゃないかなと。踏んでるんですけど、問題は鍵付き防音個室が開いてるかどうかですよ。さあ、これはね、行ってみないと分かんない。いや、あのネットで調べればいいんですけどね。まあ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 、ね、調べてね、あのわたわたしとる間にね、あの前回のあのケースがありましたからね、前もってね、あのアップでこう見とったらね、目の前、目の前先にすって入ってったお客さんが最後の鍵付き防音個室のお客さんっていうね。で、今ので埋まりましたって言われたね。あの苦い経験がございますのでね、今回はね、少しでもね急ごうと。まあただでさえね、もともとせっかちですからね。そうそう、今も頑張ってゆっくり喋るようにしてますけどね。あのただストレスがたまるんで、たまにストレス発散で、あの延々と、早口で、しゃべりまくるね、動画もね、あのサブチャンネルね、そうそう、実はサブチャンネル、個人チャンネルとか、個人チャンネルとかとは別で、ね、2軍用のファームのね、
お蔵入りチャンネルっていうのを作りましたんで、一応リンク貼っとくのかな、ファームですんでね、そうそうそう、本当どうでもいい動画を、そこでね、ストレス発散でね、出していこうと思っておりますよ。まあ、その分こっちのね、動画はね、ある程度のクオリティもね、まあ、今の段階でそれを言うかってね、ところではあるんですけどね。そうそう。大地こんな、だから、本当だったらこんな間のどうでもいい話のところを、サブチャンネルに回すのが筋だろってところなんですけどね。まだ、この後だって、快活クラブに行って、快活クラブで何かしらちょっと雑談なりを取って、そこから快活クラブから、ね、予定だけ先に言っとくと、快活クラブからちょっと行ったところにバス停があるらしくて、そこから大垣駅に行けるらしいんですよ。で、大垣駅から穂積駅に行って、まあ、そこから穂積駅の企画をスタートさせるっていうんですけどね、気が遠くなるような長さですよね。で、ちなみにね、早く行きたい、楽に行きたい場合は、あのまま養老鉄道からね、大垣駅まで行っちゃって、大垣駅からそのバスが、まだまだ結構9時台とかでも9時台は走ってるらしいんで、ね、いいですよね、それあたり便利ですよね、大垣、ですのでそっちで行ってしまうというのも手らしいです、まあ、今回はねもう、途中で降りてね、まあ駅前散歩もね兼ねてね、でもセブンイレブンもあるし、奥にあのモスバーガーも見えてきましたね。あ、まあいろいろあるな、大丈夫そうですね。まだもうちょっと大総国道まではね、距離があるはずなんで、もうちょっと歩かないといけませんけどね。これでワルタで、ワリタ町ですかね、ワルタですかね、まあでも歩道もしっかりありますし、全然歩きやすいですね。ローソンも見えてきましたね。ただあれなんですよね、私その歩くのが早い副産物で、手ぶれはやっぱひどいよねっていう話が出てましてね、すいません、これ多分まだね、普通のパナソニックのカメラ使ってるんでね、まだそこまでじゃないかもしれませんけど、モバイルの方で撮ると全然ダメね、私の歩き方、特に結構歩いてる姿ね、本気歩きしてるね、姿を見たことある方ならお分かりかと思いますけど、かなり体全身を使ってね歩きますんでね、分かってるのはゆっくり歩けばって話なんですけど、まあ今はね距離もありますしね。ベルマートすげえ、これ間違いなくこんベルマートってうちらが聞くと、JR 東海がやってるコンビニエンス、あれをね連想しますけど、キオスクね、ベルマートって名前ですけど、まあ絶対に違うですよね、かなりブラジル料理の、でもこの辺りブラジルのそういうのあるんですね。で奥に、おでっかい建物見えてきたなと思ったら、キャッスルか、パティスロのキャッスルさんか、この辺りは、いわゆるプレイランドキャッスルですよね、確か。まあ、田舎ある、田舎あるあるね。あ、どうしてだって帰ってこうかな。あ、でも温泉もあるじゃん。湯の文字が出てきた。あ、そうや。ちょっと、ローソンによって、酒を調達しとこう。あ、そうしよう、そうしよう。